いやー、まずね、BTS のジンくんね、ま、個人のチョイス賞ね、おめでとうございます。<laughs> いや、素晴らしかったですね。で、つい先ほど、韓国のね、ザ・ファクト・ミュージック・ミュージック・インパクトっていうね、ショーでね、ま、ジンくんが、ま、チョイス賞を取ったんですけど、ま、このことに関してなんかこんな風にね、ま、 登場の仕方、カッコつけすぎとか、いやほんと肝すぎとか、ね、一部のアンチが批判してたんですけど、いやほんとふざけんなって思ったし、というのも、この登場の時に BTS のメンバーがジンくんのことをね、まぁ、あ、こんな風に、まぁ、あ、担いで、うん、まあ、登場させたっていうことで、ね、あんな見こしね、した、 メンバーっていうのもすごくね、俺は良かったなと思うし、ま、あこのことに関してね、なんかカッコつけすぎとか言ってるのは、うん、全然まだ違うなって思うし、うん、俺は生で今日見てたんですけど、ワウワウで。本当に登場の仕方も良かったですよ。だからカッコつけすぎとか違うんよね、そこは。うん、いや本当にね、まあ、ジンくん最年長ってことで、 うん。まあ、個人のね、まあ、賞を取るってことは、俺は素晴らしいことやなって思うし、メンバーじゃなくてね、メンバー間の賞じゃなくて、個人のね、まあ、賞を取るっていうのが、うん、俺は最年長として、本当に素晴らしいことやなって思ったし、まあ、登場のシーンも含めて、まあ、メンバーにちょっと愛されてるなっていうのを思ったしね。うん、まあ、あのシーン俺すごく良かったなって思うしね。まあ、これに関してなんか、ああやこうやね。 格好つけんなとか言ってるやつはほんとふざけんなって思いますね。うん。あれもあれですごく良かったですよ、俺。ほんまに。うん。ってことでね。おめでとうございますっていうことで。うん。俺、万端としてね。すごく嬉しくなりましたね。うん。で、まだショーあるんでね。ちょっとまた見ようって思いますね、これから。